ジャンエールマン・ジャンエルマン、またはヨハン・ヘルマンはフランスの博物学者であるアルザス地方のバールでルター派の牧師の息子として生まれたストラスブール大学で医学を学んだ1769年にストラスブールの公衆衛生学校の博物学の非常勤教授に任じられた1778年にストラスブール大学の教授となりその後 ジェイコブ・ラインボルド・スピールマンの後を継いで、博物学、本像の教授となった。エルマンの集めた標本と著書は、ストラスブール自然史博物館の元になった。植物園の園長も務め、フランス革命で、市が植物園の閉鎖を求めた時資材を投じて、守った。息子のジャン・フレデリック・エルマンも博物学、特に昆虫学の分野で業績を上げたが、 フランス革命戦争中に没した。首長は1783年の家畜の一覧と没後に出版された動物学に関する新観察である。多くの学会に属し、ヨハン・ダーフィット・シュープ、オイゲン・エシペル、ヨハン・ヤコブ・フェルバーらの博物学者と協力した。ありがとうございます。